はい、タケヒトです。ということで今日はこちらでございます。 iPad Air 4、 おすすめのキーボードをですね見つけましたので皆さんにご紹介していきたいなと思います。今日の動画を最後まで見るとあなたにぴったりの iPad Air 4のキーボードがわかるかもしれません。最後まで見ていってください。私は普段 Apple 製品を中心にガジェットやカメラのレビューをお届けしております。今日のもし私のお話が面白いなためになったなと思ったらぜひとも高評価とチャンネル登録よろしくお願いいたします。あんま役に立たなかったよと思ったらね低評価でもいいのでぜひとも押していってください。それではですね早速画面の方を切り替えてお話ししていこうと思います。 T ラボチャンネル。はい、こちらが iPad Air 4になりますね。この間発売になったものです。私は Wi-Fi モデルを使っております。もしまだこれのレビュー見ていないという方はカードの方をクリックして見てみてください。で、普段メインで使っているのはこちらですね、 iPad Pro の2020年モデルを私使っておりますという感じなんですけれども、まあね、以前からお話ししている通りこの iPad Pro でキーボードを使ったりとかですねトラックパッドを使うというところでいろいろね欠点とか問題点が多少あるのでまずそこをお話ししていこうかなと思います。で、これご存知の通りスマートキーボードフォリオという Apple の純正のキーボードになります。で、これなんだけどトラックパッドが付いてないですね。これはもう昔ながら iPad が出てキーボード対応した頃からあるやつの今回の2020年モデルと iPad Air 4に対応のものになるんですけども、これっていいところはですね、タブレットとしてそのままね、こうやって折りたたんで使おうと思えば使えるっていうところがまずいいところの一つです。あと、そんなに重くないってところですね。ただ欠点はいくつかあって、こういうふうにですね、立てかけられるんだけど、無段階で角度が調整できないってことですね。2段階になっちゃいますよっていうところが一つ。で、このスマートキーボードフォリオの欠点としては、やっぱペンシルですね。ペンシルがすぐ外れちゃうっていう問題があって。なので、カバンの中にこの状態入れると外れてどっか行っちゃうんですよ。なので、それを回避するためのこういうケースが売っているので、これ私超絶おすすめしています。はい。アイブロッサムさんなのかな?はい。以前からご紹介しているんですけど、気になってまだ見ていないという方のためにですね、詳細欄にリンク貼っておきますので見てみてください。キーボードスマートフォリオをつけた状態でも、こうペンシルくっつけても外れないよっていうこれものなんですよ。こういう感じね。なんで、このままカバンに入れてもなくならないっていうケースです。はい。これ実に気に入ってずっと使ってたんですけど。で、この iPad Pro の2020年モデルと同時に発表になったのがさっきからここに映ってるこれですね。はい。iPad 用のマジックキーボードですね。これは iPad Pro 用だったんですけど、今回の Air 4も使えますよっていう感じですね。はい。まあ、11インチ用と 12.9 インチ用ってあると思うんですけど、今回の iPad Air 4ももちろんこれくっつけて使うことができますよという感じです。2020年モデルの iPad で使えるように、ここの穴が大きくなっているんですけど、もちろん iPad Air 4をこのようにくっつけて使うこともできますよというものになりますね。はい。こういう感じになっちゃいますけどね、ちょっとね。はい。で、これのいいところはやっぱトラックパッドですよね。トラックパッドがついたことにより、ここでマウスの操作みたいなのができますよってところです。あと、角度調整も、まあ、無段階、ある程度ね、無段階で調整できるんで、テレビ会議なんかをするときにですね、このインカメラを使って、相手に顔を映すんですけど、そういうときにこう調整がしやすいという利点もあります。まあ、ただ欠点としてはやっぱ重いという欠点はこれにあるんですよね。重い、あと値段が高いっていうことですね。で、これに関しては、さっき言ったですね、このペンシルが外れちゃう問題、このまんまカバンの中に入れるとやっぱこれ行方不明になっちゃいますよね。パッとね、これ専用のケースみたいなのがね、外に枠はめるようなものが出てくれるとこれまたなくなカバンの中に入れてもなくならないんですげえありがたいんだけど、ただやっぱね、もうすでに重いんで MacBook と同じぐらいの重さあるわけじゃないですか。これにまたケースつけるとまた重くなるっていうことを考えると、なんか iPad のある意味ってあんのかなとかって思っちゃったりするので、まあこれはこれでね、ペンシルは別で持ちますっていうのも一つありだと思うんですよ。で、この iPad Air 4値段も安いですし、高性能ということで最高なんですけど、やっぱこういう使い方をしたいなと思った時、マジックキーボードにくっつけて使いたいよって思った時にですね、やっぱちょっとこれ高いなって思っちゃうと思うんですよね。iPad Air 4自体が7万円ぐらい買えるんだったから、確か。ちょっとすいません、パッと値段出てこないんですけど、7万円ぐらいで Wi-Fi モデルで買えるのに対して、このね、マジックキーボード付きのこれが3万円ちょっとしたと思うんですよ、確か。なので、それ買っちゃうと結構いい金額になっちゃうんで、で、まあなんかね、その機能を満たせるようないいもんないかなと思って見つけたのがこちらになります。ドーン。はい。T ラボチャンネル。
ロジクールさんのフォリオタッチというものになります。でこれ自体は前からあってですね、 iPad Pro 用とかでもね売ってたりするんですよ。なんですけど今回ですね、 iPad Air の第4世代用というのが新しく発売になりましたということで、私購入してみました。でこれのいいところなんですけど、まあこの外箱の状態でお話しさせていただくと、お値段が 19,580 円です。税込みですね。税抜きだと 17,800 円ということで、さっきのマジックキーボードよりも1万円ほどこちらの方がお安い、大体ね、というところがまず一ついいポイントになります、ということだけお話しして開封していきましょう。それでは早速開けますと、はい、こんな感じですね。よいしょ、至ってシンプルな感じで入っているんですけど、よいしょ。でこれ何がいいか、どういう状態なのか開けると、あ、こういう感じになってんだね。あ、なるほど、うん、こういう感じでトラックパッドがついていて、キーボードになっていて、でここですね、ケースではめる感じということでございます。でキーボードに関して言うと、マジックキーボードと何が違うんだっていうのだけ先お伝えしようか。基本的には一緒ですね、うん、基本一緒、はい、なので問題ない。これロックがついてたりするね、これロックがついてたりするんだけど、これ充電する必要ないのかな、充電いらないかね。ここで接点でくっつくから、これも充電はいらないタイプですね。はい、こんな感じ。トラックパッドの幅は奥が広くてちょっと短いかな、こっちよりもね、という感じです。はい、でこれの利点、何がいいのかというところをまずお話ししていきましょう。まず入れてみます。こちらまずエア4をぶち込みまして、はい、あ、なんか入れたらアプリ入れろってできたな。アクセサリーフォリオタッチはインストールされていないアップを使用します。アップストアから入手しますか。入手しましょう。ロジクールコントロールってのを使うんだ。で、多分他のやつはね、ここ切り欠きになってないのかもしれない。タッチできるようにちょっと切ってありますね。OK かな。ここで今最新の状態になりましたということですね。これで使えるってことなのかな。で、まずこれのポイント。もちろんトラックパッドが使えますよってことですね。はい。見たらポイントが出てきますよね。なんかトラックパッドが使えますよ。まあ当たり前なんだけどさ。ここでいじればトラックパッド出ますよっていう。なのでマジックキーボードと同じように使うことができるというのが一つ。それから、キーボードに関しては、ここで明るさの調整ができるね。これ。画面の。マジックキーボードはできないんだよね、それ。そういうその、ファンクションキー的な位置づけのやつはないんですよね、これ。ね、ないんだけど、これはついてますね。検索とかもワンボタンでできる。ちょっと見づらいんで。あれですけど、これなんだろう、あ、ホーム画面も出てくるわ一発で。あ、これ意外といいかも。ほら、明るさもこう調整できるでしょ。あと再生早送り、音消すとかもできますね、ここで。あ、音量の操作も全部これできる。へえ。で、キーボードロックも使えることができますよという感じになっております。うん、なかなかいい。タッチもそんな悪くない。うん、というのはキーボードの部分ですね。で、これのいいところ、まず一つ目、まあ蓋閉めますよね。こうなってペンシルなんですけど、まあ、これ見ても気づくから気づきますよね。ペンシルをこれこうくっつけて、このままパチンできるんですよ。マジックキーボードと違って、これがね、外れないようになりますんで、ペンシルがね。なんで、このままカバンの中ぶち込んでも、ペンシルもセットで、マジックキーボードをつけているような状態で持っていくことができる。そしてカバンの中で行方不明にならないっていうのは一つ。これがね、一番僕が今回買いたかったところかな。ペンシルも持ち歩きたい場合はね、すごくいいと思います。で、あとなんですけど、角度調整に関して。角度調整に関しては、ここにこういう感じで広がるものがついてるんですけど、まあこれぐらいがスタートかな。これぐらいからスタートで、あとこの辺いけますね。要するに寝かして、ね、こういう状態で見ることもできるし、ある程度テレビ会議なんかで立てて使うこともできるという感じですね。はい。一応無段階で、設定が可能ですというところがポイントになります。 T ラボチャンネル。マジックキーボードだけでも重いんですけど、じゃあこれとこれどっちが重いんだっていうのはやってみようと思いますので、 Apple 純正のマジックキーボードにくっつけて重さ測ってみましょうか。はい、じゃあ測り出てきました。オン。はい、じゃあ乗っけてみます。とちょっと見えづらいか、ちょっと見えづらいか、ずらそうか。これぐらいが見やすい。はい、1.95kg ですね。はい、1kg と 95g という重さです。これだけだとね。じゃあこれを外して今のロジクールの方にくっつけるとどうなんでしょうかと。じゃあこれでやってみましょうか。せーので、よいしょ。あ、こっちの方が重いんだね。1.139g ということで 40-50g、 このセットが重いという感じですね。だ、重さはちょっとこっちに分がある、あ、分がないってことか。
ちょっとこっちが重いよっていう感じってことですね、うん、あとこれごめんなさい、今使ってる気がついたんだけど、タブレットとしても使えるという利点がありますね。こうやって使えますんで、うん、マジックキーボードだとこれできないんですよ、つけてる状態だとね、いちいち外さなきゃいけないんで。で、折りたたんでる状態だとキーは効かないっぽいのかな、これ。あ、そうだね、この向きにしてるとキーは効かない、裏側にやってるときは。だからいくら触られても何も出てこないです。ここね、こことかのこういうの触っても出てこない。これどうやって制御してるのか分かんないけど、この状態だったら大丈夫だけども、一旦こういう形にするとこっからは効くんだろうね、出てきたもんね、うん、だからこれが真裏になってるときはなんか効かないような制御が入ってますね、うん、素晴らしい。はい、で今アップルのサイトを見ているんですが、これがですね、トラックパッド付きっていうのは、これはね、iPad 第8世代用でも同じようなものを売ってますね。これもちゃんとペンシルの固定ができますよっていう感じになってます。で、これも、1万、いくらだ？これ1万8600円。2万円ぐらいですね、大体。で、もう一個、出てるのが、これ。iPad Air 4用。今のですね、まさに。今私が持ってるやつで、これ1万7800円。で、なんでかわかんないけど、こっちも1000円安いっていうね。で、それから iPad Pro 用っていうのもあるんじゃないかな。ありますね。これかな。うん、これが2020年の iPad Pro 用というのももちろんありますので。はい。だから今急に出てきた製品ではないと思うんだけど、今回 iPad Air 4用というのがまあ同時発表になって、昨日ぐらいから発売になってると思います。私の手元に昨日来ましたのでね。はい。なのでトラックパッド付きで、マジックキーボードよりもお安い製品っていうのが、まあ、出てますよというのを覚えておいていただいてですね。もしね、ちょっとね、マジックキーボード高いなと思ったら、こちらっていうのもね、ぜひとも、アップルのサイトの方を見ていただけると載っておりますので、そちらも見てみてください。ティーラボチャンネル。はい、ということで今日は iPad Air 4におすすめのキーボードいろいろご紹介させていただきました。私がね、今回購入したこのフォリオタッチが、まあ、今回おすすめとしてご紹介させていただいたんですけど、いろいろですね、いいところ悪いところあります。で、このスマートキーボードフォリオのいいところもあれば、これマジックキーボードのいいところもあります。で、今回のこのフォリオタッチに関しては、私が思ってるところですね、すべてカバーしてくれている感じになっているので、ペンシルがね、なくならないとか、値段がね、高くないとかって、いろいろあって。で、ファンクションボタンなんかもついていて、結構おすすめできるなと今正直思っております。ただ、このマジックキーボードと比べると、一個だけ違うところはですね、マジックキーボードってこの横のところに USB-C で充電ができるんですよね。つまり、右からも左からも充電ができるんですが、残念ながら、このフォリオタッチに関してはですね、こっち側にジャックついてませんので、通常の iPad Air 4もしくは iPad Pro のね、充電するところから使う、充電するだけという状況ですので、そこが唯一ちょっとこのね、マジックキーボードと違うところかなと思いました。ただやっぱ iPad Air 4自体がですね、そんな高くない、7万円ぐらいで一番安いモデルだと買えるっていう状況の中、まあ、なるべく安く使いたいって思われる方が結構多いのかなと思うんですよ。まあ、全部の製品そうなんだと思うんですけど、でそんな中、このフォリオタッチ、この iPad Air 4の第4世代用というのが出ましたので、購入してですね、皆さんにご紹介させていただきました。今日のでね、このマジックキーボードがいいのか、スマートキーボードフォリオがいいのか、そしてこのフォリオタッチがいいのかっていうところ、皆さんそれぞれご意見があると思いますので、いろいろ思うことあったらね、ぜひともコメント欄にそちらを記載してみてください。また私の方にもね、質問でこんなのどう思ってますかみたいなのをいただいても結構ですので、ぜひともコメント欄にね、どしどし書いていただければと思います。で、この辺におすすめの動画出てると思いますので、もしよろしければこちらの動画も見てみてください。またこれからもね、いろんな製品のレビューとか見たいと思ったら、こちらチャンネル登録の方をしてみてください。はい、それではまた次の動画で会いましょう。バイバイ。